ジャンバティスト・エリード・ボーモンは、フランスの地質学者である。フランスの地質図を作成し、山脈の形成が地球が冷却されるとき、収縮して、シワができることによるという説を発表した。カルバドス県のカノンに生まれた。エコールポリテクニークと、国立鉱山学校で数学と物理学を学び、1827年から鉱山局で働いた。1835年に、 国立鉱山学校の地質学の教授に任じられた。1847年に鉱山局の査察官、1861年副長官となった。各国のアカデミーの会員に選ばれ上院議員を務め、フランスはアラゴーの没後の科学アカデミーの衛生事務局長を継いだ。エリード・ボーモンの山脈の形成に関する仮説は1829年に科学アカデミーで発表され、 1852年にノーティスシュールルシステムでマンタニアとして出版された。地球上の山脈が大円に平行で、作り山活動が同時期に起こっていることに注目し、地球が冷却していく過程で収縮するために、近くにシワができるのが山脈の生因だとした。この説は受け入れられることはなかったが、後の大陸移動説の先駆として評価されている。 エリード・ボーモンの功績としては、フランスの地質図の作成を主導したことであり、フランスの地質に関して多くの論文を発表し、国立鉱山学校を退職後も地質学的研究を続けた。1843年ロンドン地質学会から、ウォラストンメダルを受賞した。ありがとうございます。